こんにちは。主張買取7年目の富井です、えー。今回のお話は、貴金属の営業買取は心が折れるという話です。貴、えー、金属の買取はですね、なんか未だにやってる人がいるというのをお客さんから聞くことがあります。えー、電話でですねあの、靴でも一足でも何でもいいから買い取りますと言って、えーあ、それならお願いしたいなと思って頼んで、で、その買取屋さんが来ると、 実はですね靴は全然見向きもしないでですね、えー、金属ありませんかと、えー、金属を持って帰らないと、ノルマが達成できないで上司に怒られちゃうんですとかね、えー、金属出,す出してもらえないと、ちょっと悲しすぎるから、靴だけじゃちょっと勘弁してくださいみ,みたいな感じで <laughs>、よく分かりませんが <laughs>、そういう営業する人がいるみたいなんですけど、あのー、なんかこう、それなら、もう,もうよくお客さんが言ってるのは、それならもう電話口で。 金属ありませんかと言ってくれという感じのことはよく聞きますがまあ「貴金属ありませんか」って電話で言うと、まあ、呼んでもらえないので、まあ、最初は「靴どうですか?」みたいなことで行くと。で会うことで、まあ、交渉しやすくなるというのはまあわ、まあ、か,かりますし手口としては分かりますし、まあ、それでうまくいってたこともあるかもしれませんが貴、まあ、金属みたいな小さいものはねお客さんこう。 どっかに持ってって売るのも簡単ですしね出張買い取りで売るというのがあまり、うん、お客さん側からしたら、まあ、周りに貴金属店とかなかったりすれば別かもしれませんがそんなに利点がないと思うんですよね。でその貴金属専門店より、えー、自分が高く買い取れるかって言ったら買い取れないのでとなるとお客さんのために全くなってないので。 それをやり続けるにはちょっとね心がきつくなってくるんじゃないかなって僕は思います、まあ、それをそうは分かっていてもできるメンタルの人もいるとは思うんですけど、まあ、そうではない人はですね、あのー、もう不用品買取にですねシフトチェンジしてですねやった方がですね、えーまあ、心が楽ですし買取行く時も気分が楽ですしお客さんにもすごい喜んでもらえますし もう最後はお互いお辞儀しながら、えー、ありがとうございましたありがとうございましたっていう別れができるのでお客さんの悲しむ顔とかですね渋々しぶしぶ出してもらう顔とかを見ないで済みますしね、えー、なので僕はもうそっちにシフトしてですね、えー、もうその道を突っ切ろうと思ってやっておりますそうするとですね今事務所なんですが目の前には物、物、物、物とまと、あ、こうなるんですけどねまあ物はお金に変わるということで 物、物、物、お金、お金、お金と思って、えー、日々、その物、お金を集めるために頑張っております。なので,ですね、貴、えーまあ、金属、まあね、買取業者皆さん欲しいのかもしれませんが、まあ、金属で心が、心を折る必要もないですし、まあ、不用品買取でやっていくことも可能ですので、えー、せっかく買取に。 行ってお客さんに会うのなら、まあ自分の心も折れないでお客さんに喜ぶことをやった方がいいんじゃないかなって僕は思います。というわけで今回の話は以上です。ありがとうございました。